園田の地元の、大阪王将はとっても綺麗です。ラッキーマン9お願いします。何がそうです普通にそうだよね。普通にそうです。そうだよね。超えてきちゃうのかも。何を何を超えるのかわかんない。何がいっぱいいるの。ただそのあのアカウント俺ずっと見てたんだけど、うん、フォロワーが1万人ぐらいの時から見てて今多分7万ぐらいだけど、その俺の知り合いの中で最初にフォローしてたあのファイヤーサンタの先山。次は白洲さんね。好きそうな2人。好きそうな2人が。めちゃめちゃいいな。久しぶりですね。久しぶりです、ね。ラジオだ。うん、2週空いた。3週間ぶりってことなの？2週間ぶりだ。あ、そうだね。そうだ。うわ。いやー。レッツさんだ、お前ら。嘘、よくないよ。私たちは別にいい。寝てたんだろう、お前ら。ずっと家で、そうね、家でずっと寝てたんだろうと思って。それがいいんだよ。それでいいんだよ。ね、本当、ね、ただの風邪って言う人もいるけど、俺はそうは思わないよ。思わない。じゃあ言わない。ほらあったよ、みんな。全部が終わりかけた。まあ、コンビニぐらいならね。ダメだよ。一番良くないです。ダメらしいわ。なっちゃんがね。ねえ。なったよーって人。営業じゃないよ。なったよーって。ちょっと待ってよ。いい。この4人がね、なりまして。いや。謝ることはない。もうね、4人だけ。なるってるのもね、わかんない。でも別にずっと8人一緒にいるわけだから、まあ4人なるってことはっていうのもあるけどね。誰がなってもおかしくなかったという、たまたまこの4人だっただけでね。結局全員その濃厚接触者になってるから、結局見張らなりに。この4人だけどっか夜遊びに行ってたわけじゃないですよっていう。ああ、そういうこと。でもさ、ちゃんと聞いたそれ。え？それちゃんと聞いた4人に。みんなに？あ、4人に？そう。あ、聞いてはない。だまだわかんない。死んだ。まだブチ切れあんだよ。死んだ。4人でおい、どっか遊び行ってないだろうね。面白いね、この4人で遊びに。何しゃべるの？タマちゃんが友達と遊ぶって変だって。なんかユータかと思う。なんかユータか。ユータかって。かわいそうに。私女の子だから。自分に来る前に食ってユータに。ちょっと疲れて先に帰る。そうそう。旦那はね先に帰る。いやいやだからまあでも良かったっすよ。無事こうなってまただからもしこの機会にさ、うん、この4人の誰かがなってたらさ、うん、また全員揃わないみたいな。確かに。そのあれもう一生揃わない可能性あるんだからね。この人。そう誰かがさ抜けた時に誰かがなっちゃってみたいな。確かにね。もうだって2回戦近いっすから結構。そうですね。そうだね。調整が全然できない。よかったよ。自分がだいぶ。やばい。でも本当にだから、俺の話になっちゃうけど、うん、ちょっと寝れてよかったです。確かに強制的な休みが設けられたから。うん、ありがとうございます。一歩も外出なかった。ちゃんと。あのマネージャーさんがさ、うんうん、ご飯持ってきてくれたじゃない、うん、あえ、来たみんな来ました、そうか、ただ、ね、来たんだけどさ、あの天丼くれたじゃん。天丼もらった？もらいました。あのさ、天つゆくれなくてさ、そう、写真、全員分の天つゆが手元にある写真だけ送ってた。私気づかなかったないこと。いや、アホっすね。味がないじゃん。だしがあったから。だしがついてたの。あれをかけて、なんか雑炊みたいにして、喉痛かったから。全然、確かに、美味しく食べる。天丼で結構気にしてる。確かに、喉痛い人に。ちょっとなんか、ね、かかってる。あんまり病人食ではないかもしれないけど。おかしいって、だし、そんな味強くないんだよ。うん。おかしい。だって天丼の色が違うじゃん、まず。その、うん、
何もかかってないから。病気だったし。ずるくない？ずるくない？常識さえこういうもんなのかな？あー、なるほどね。わかんないからね。そうそう。多分俺らの方向はあれだよね。マック買ってくれて。いいの？そう。L サイズのポテト2個持ってくれて。増えない、増えない。優しさなんだろうけどね。いっぱい食べな。アイスティー頼んだらコーラが入ってて。それはなんだ。全員コーラがあ、なんかアイスティーがこっちにあるってもう一回連絡来て、すっごいなんか謝られた。なんでもいい、なんでもいいもんな。いっぱいいっぱいだね。8人分。本当に当たり前が初めてのさ、その事象だからさ、うん、そりゃそうなるよな。ありがたいよ、本当に食料いっぱいくれたから。いやまだ残ってるぐらいくれた。すごいことになってる。なるほどね。よかったよかった。何してたっけ、あとあとだから、4人はちょっとライブ出たりしてたけど、2本出ました。夏のショーフェスに出させていただいて、そうだから、自宅待機ですってなって、ああじゃあ寝れるかこれと思って、でラジオもさ部屋からなったんだよね。ああやってました。水曜日だってみんななってなってだから、ああじゃあそっかって、ああじゃあ家入れるわと思って、でラジオやって狂ったように寝て、狂ったように寝たらさ、その何の再現もなく寝てみようと思った。久々に。で、まあ、3時ぐらいまでなんだかんだラジオ聞いたりしてたから、ラジオで寝て、で起きたら夜9時だったの。ああ、もうこれやっぱいわと思って。何時間ね？何時間だろう。ギリ1日は行ってないけど。すげえ。あ、行ってない。やばいやばいやばい。寝るのが疲れるみたいな現象をとうに超えてますね。もう眠すぎたから。3ヶ月ぐらい眠かったからさ。一気に全部寝れて、ああよかったとか思ってたら、あのその一周しちゃったせいで寝れなくなっちゃった。ああそうかそうだな。そう、いやそっかとか思ってたら、そのどうやらショーフェスには出れる、うんうんうん、4人で、うん、ないじゃんねと。マネスさんもすごい気になってたら、ね、新ネタやりましたよね。そのさ、うん、エゴサはしてるからさ、それで新ネタもう完全に完全に、うん、そうですよ、ね、すごくない？俺新ネタ3本作って持ってたんだよ。いやすごいわ。選んでください。選んでください。ヨイヤと話してたんだけどさ、その3本上がったのがさ、前のその小説の前の日の深夜1時、だからまあ当日のまあ深夜1時に3本同時に来たんだよね、LINE で。だからなんかその俺らの中では別に1本書いたら1本送ってくれればいいじゃんって思ってたから、なんかもう3本同時にポンってできて、選んでくださいって深夜に送られたと思って、うん、そのどういう感じだったの？その1本ずつ書いて送るとかじゃなくて3本ドカンと送ろうって思ってた。うん、なんかえてか違うんだよ、その、あの書いてない人だなと思ったんですけど今すぐ。別に1本ずつ書いてるわけじゃないから。ああ、そうなんだ。こっちのネタで、なんとなく頭の中で使おうと思ってるフレーズとかがあって、こっちのネタでこれ使っちゃったからこっちこうなるなみたいなことで、ほぼ同時にできるんですよ。だから3本送っただけで。同時にできるっていう感じは合ってるんだ、別に。あ、そう、だから、いやもうできたらすぐ送ってるよ。あ、でも、すっごい自信あるネタは、ここで送る。家で読んできてほしくないから。それ以外はでも、できたら送ってる、基本は。なるほどね。うん。びっくりしたんだ、一気に。あとね、あれ、Wi-Fi をね、パソコンに繋いじゃうとね、集中しなくなるから、うん、極力オフラインでずっと作業したくて、で、まとめて送りたいっていうのはある。なるほど。LINE が通知が来ちゃうじゃん、パソコンに。なるほどね。し、その逃げ道が、あとメール、あの、YouTube の動画にコメント来ると、あの通知来ちゃうんですよ。Gmail 来るみたいな。そういうのとかもあるから、極力繋がないようにしてて、それで繋いだ瞬間にその仕事の返事とかを全部パソコンにするっていう、そういう感じしてるから。そう、でもだから、あのネタも余ってるし、
そうだね。やっぱり、罰になった2つがあるから。そうそうそう。まあ、だから、9日にあの子に電車あるから。そう、そこでしょうか。まあ、ちょっと4人は暇になると思う。ここも読んでさせていただくわけだ。確かに。ああ、でも、ここ読むの。ゆうたが俺の役できないだろ。ああ、クツナが。ああ、クツナがやるから。やっちゃった。したらもうクーラーつけません。ねえ、切っちゃう。切っちゃう。すごいやってね。だってなんかつけるとまた音質だって言われるかなって思って。あ、そうね。最大限の努力をしてやろう。しましたでいいよ、もう。遠い方のエアコンつけようか。あっち側。あ、そうだね。ね。あ、これ確かについたら、いや、大丈夫じゃない、こっちだったら。文句言うとすぐ見なくなるから、こんぐらいまで止めてけば大丈夫。あ、確かに。あ、ここで震え落とされてる。音すら聞きたくない。あのさ、カメラ2台にせっかくしてるのにさ、全員マスクしてるじゃん。絶対化粧してきてないんでしょ。いや、したよ。してた方がいいんじゃない今は。あ、今はそうか。さすがに。そう、どっちか分かんなくて。え、外すギフトする？まあ、大丈夫。今日は外せるよ。いや、でもじゃあまた3ヶ月ぐらい外せないのか。いや、ご時世的にさ。ピーク、今、そうね、今出てるから。そっか。めんどくせえな。どうなんだろう。いつ終わんだよ、これ。本当にそう。いつまでやんねん。ついに言った。ずっと分かんない。そうだね。逆にさ、この2年に来てさ、初めてじゃない。そうだね。なんか定期的にあったじゃないですか、検査する機会は。本番前とか。そうなの。なんでさ、単独全部できたんだもんね。マジでさ。あんな全員疲れててさ、なんならずっと正月とかは本当すごいと思う。あ、そう、あんな結構あった時期だったもん。なんか部屋みたいしてたしな、ちゃんとしたね。大変だったしね、その感染対策で、あのお弁当とかも。もうね、悲しい時間がいっぱいあった。そうだ、黙って食って、黙って食って。ああ、ホークショップ。はいはいはい。恵方巻きもね、黙ってそれは。巻きは黙ってくる。それは。ありがとう。やっぱその、健康だった分が早い。まだ二巻きでできてない。二分ってない。恵方巻きっていう前に、チラ見してたから。こういう形になったら。こいつ言うぞ、言うぞ、言うぞ。あまりにも違うってなる。分かるよ。あ、ちゃんとなってなかったんだと思って。うん、びっくりした。まあでももういいでしょ。その、うん、もうみんな症状知ってるし。まあ、うん、いい、マジでもいい。もうなんか明るい話しようよ。このせめて。ああ、じゃあ。あれじゃない？オープニングアクト的なあるけど。オープニングアクト？何分？これから始まるとしてね。ちゃんと大阪王将で幕開けたいじゃん。大阪王将明るい話から。あ、まあまあ明るいか。崎山さんと白洲さんの話から。クイズらしいですか。うわ、やった。クイズって好きさ。ちょっと毛をね、すくやつあるじゃん、男用の。取るやつじゃなくて、全身できるやつ。なんかスティック状のやつも知らんけど。知らなかった。すねとか。とか、もう何でもいい、別に。ただ量を減らせるやつ。短くもできる。そう。クワみたいになってること、ちょっと。そう、と、で、もう片方は、マジで短くできるやつ。あー。そうなんだ。を買いまして、ちょっと一部やってみたんだけど、ちょっと大失敗。もうその痛くてしょうがない。痛いんだ。安いの買ったんじゃないの。まあ1000円しないやつ。ほら、危ないよそんな。それのやった場所ね。うん、脇、お腹、すね。どれでしょう。どっか一箇所。そう。だからそこがもう痛すぎてやめちゃったってこと。そう。もう一回言って、もう一回言って。脇、お腹、まあお腹というかこのここのライン。ね、なんかすね。お前ワンピースになってる。ワンピースの一つだけど。違う違う。壁で隔てるってことねえよ。クジラいるもん、その。いないよ。そのだろうなぎをずつくしてるくらいよ。いやがって。
え、すくことはできた。いやもうだからチクチクの方。ああ今見ても別にそんなわかんない。いや、まあ、答え合わせはある。あし、あの、もう考える問題ではないから。いや、俺はもう2だと思う。私もお腹、お腹。脇かな。脇。1個目に。いや、そう。まず買ってさ、ちょっと試してみるかで。大丈夫、やってくれるんだ。トレードマークなんですよ。脇とお腹だけど。脇とお腹？あ、2個ってこと？あ、違う。脇とお腹しかいないんじゃないって。8人。あ、今。靴はずっと考えてる。靴はまだ考えてる。お腹、お腹、お腹、脇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 。お腹の皮膚は弱いから、お腹。なんか、脇。お腹。お腹ね。お腹ね。お腹かい。お腹かい。胸にしたら、胸にしたら太りがちだよ。本当に。パパ。でも今、脇描いてる。あ、いいね。何、何、何。ピンとか。チクチクした。チクチクした。でも、これでスヌだったら悔しいからスヌに。お、オッケー。じゃあ上から順番。上から順番。じゃあスヌじゃん。まず脇ね。見せてくれ。見せてくれ。でれん、剃ってません。バンされない。ねえ、なんかやだ映像だな。さあ、お腹がすねえか。お腹がすねえか。お腹がすねえか。元気ありあがりすぎだよ。あんま映ってない。剃ってません。ということで、正解は。すねでした。こっちやった時点でこれはヤバすぎたんで、なんかこっちは痛くないんだけど、これが何かに当たった時痛すぎんの。知ってたら散々見てたから。俺のスモケの量で笑ってんだよ今から。お腹がすごい印象的だから、ちょっとこのここまで伸びるの待ちなんです今。4日ちなみに俺一回その全ツルにしたことあるけど、マジですぐ戻った。逆でそうとこうなるって言わない？いや、言うね。そうなのかな。人によると。わかんないな。カウントしてからまた。一生だ。単独優勝。すごいね。なんかあるんですか？なんかないんですか？なんか？じゃあ普通に1万ぐらいあげるよ。マジ？マジ怖い。もっと真剣にやる。なんだこれ。すげえ。手でもらった1万。お。完全回復ですね。あとなんかあったっけな。あれじゃないですか。ABC。終わってからそうなんですか。実はちょっとなんか、もっと序盤にやればよかったけど。毛のクイズやってましたね。だから言おうとしたらかぶっちゃって。毛のクイズ全カットで。ふざけやがって。これを乗り越えた人しか ABC の話聞けない。そうでしょ。すごい話だ。空調もうるせえし。そうか、ABC、そうですね。ありがとうございました。ありがとうございました。ね、いや、楽しかったですね。あ、なんだ、もしもししちゃって。決勝ですよ、決勝。超レースの。ね、出れるだけでも嬉しい。超レースの決勝。出れるだけでも嬉しいなんてことはないな。ん？出て受けて優勝して初めて嬉しい。ああ。それは勝利です。満足してるって意味じゃないけど、別に。はい、もちろんね。透かしてるわけじゃないけど。いや、それでも。出てないからな。え、NG？ 誰も出て。え？
なかった。何？え、だから何の話しようとしてる。 ABC お笑いグランプリでしょ。あ、そう。出てない。出たよ。え？出たよ。出てない。出たよ。さ、記憶が。ABC には行ったよ。そこまで覚えてる。大阪そばで覚えてる。なんか青森V みたいなの流れて。はいはいはい。ああ、どこよかな。見ましたよね、みたいな。で、やって、やって、終わって。終わって、終わって、何がな。え、ABC お芝居グランプリでしょ、あれ。違う違う違う。違うよ。違う違う。反対とかじゃない。隣の会社になっちゃった。教えてくんないんだもんだって。加賀谷さんとか、加賀谷さんが教えてくれるんだもん。まあね、まあもうでも結構いろんなところで喋ったよ、俺は。ラジオ、俺はラジオやったし、みんなの声も流れたし。そう、もう今更言う。もう結構上げてもらえたし時間も経ったしな、そうそうそう、まあ、単純に、うん、まあまあだからもういいでしょ。なんか、なんかある、あ、でもみんなは別にそうか、喋ってないのか。昔すぎてなんかちょっとね、もうそう、まあ、なんかキングオブコント頑張ろう、その後ごちゃごちゃしたしな。そうね、だからね、あ、いや、覚えてないもんだね、もう。前すぎる。結果発表の時、初めてなんか人前で手が震えたかも。ああ、こうやって待ってる時。あ、そう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 。ああ、後ろの方だよ。あ、園田さんじゃないんだからと思って。おいおいおい。まあ、震えてる。これが、これですか。すごかった。まあ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 、うん。特にない、ないな、別に話も。でもまあそうね、今後何かに出るときは NC オライナンプリファイナリストが受けます。この箔は一個ついたのかね。出ることでもそうだと出てない。まだ受け戻す。お芝居グランプリ出してくれるんじゃない？NC オライナンプリ。あさみさんがそういと思われたくない。いや別に各々のみんな思ってていいだろう。いろんなことを。歴史まだ浅いだろ。歴史だけはありそうだけど。歴史だけは歴史だけは最近。確かに。シェイクスピアの頃から。お笑いの方が絶対人気あるから、ちょっとこっち潰しちゃうのもなんか形上良くないから残ってるわけ。そういうものってあるよ。こっちに提灯の数が少ないんだろう。いやでもまあまあまあね、そうちょっと俺はさ、もう出ないつもりで行ったのよ、ね、ABC。悔しいから来年も出ようかなと思って。なんで出ないんだろうって思って。ないじゃんネタ。今だって1年ありますよ。簡単に言うけどさ、ごめんね、励ましの雨で言ったのに。まあね、いやまあ何かしら作って出たらいいけど、うん、そうね。じゃあ来年決勝に行くのはすっごい難しいから。いやー、うん、でも壁ポスターさんはそれを成し遂げて今年優勝されましたから、ね、4回ぐらい決勝、うん、すごすぎ。いやでももうだから別に俺らがドワーンって受けてたとしても勝ててないよあれに。すごすぎる。圧倒的でしたね。すごかったね。みんなすごかった。一個話したやつあったわ、ABC の。そう、みんな親から来た、終わったと。来た来た。こんな感じだった。うん。疲れみたいな。親は、まあ、いつもいろんなのあるたびに連絡くれるから、お疲れ様、面白かったよみたいな言ってくれ、平場も良かったねみたいな言ってくれたのと、あと姉ちゃんから来て。あ、本当。アンチの言ってることは気にするな。すごい。かっこいい。ローソンのお買い物券全部パってくれて。まだ見てないけど。最高。最高だぜ。ギャルなんだよね。いいね。ギャルはやっぱ優しいから。ありがたかった。しないけど、そこだけ励まし。すごいね、みんなね、その励ましの友達も、うん、励ましの言葉とかをくれ。るんですけど、励ましてるやんと。そうね。優勝しない。まあまあそこでね。みんなすげえ優しいなと。でもいろんな人から来て、結構やっぱね、
間違えてお芝居やっちゃってましたみたいな、俺はツイートしたから、あれいやみんな言ってくれたりとか、はい、ありがたい限りですけど、うん、いいね、うちの母親終わってもう瞬間すぐおただ一言125,000円かって言って最悪いやもうごめんねーメンバーの肉親が言ったの面白いねあったみんな別にね家族じゃなくてもあったでもなんか、うん、家族はすっごい宿舎とかしてくれて送ってくれてたんだけど、うん、親戚おばに当たる人のが、うん、多分私が言うてることを知らなくて、うん、当日にもう超緊張してる時にお姉ちゃんが結婚だ結婚したんだけどらら、それのお祝い VTR をあの家族ラインにポンって送ってきてくれて、私も吐きそうでもうずっと練習してるのにあのお姉ちゃんの幸せそうな写真がずっと流れてる VTR をずっと見させられるっていう時間がいいよ、そういうのがあった方がいいじゃん、確かに、うん、でお姉ちゃんが一生懸命なんか感謝と今はちょっと違うっていうのを今はちょっと違う、いいじゃないですか結婚もね、そう人生のありがたいけど出来事だから今かーって萌え子が今これに出ててみたいなちょっとみたいな次はないわないで言われるのどんなの私もお姉ちゃん書きました、お姉ちゃんはその大阪なんですか怖いから怖いですかそちょっとないんだけどなさすぎるねお姉ちゃんがリアルタイムで見たし録画もしてで終わってすぐじゃなくて夜ぐらいめっちゃもう長文でその感想じゃなくてそのやっぱり多分ツイッターとかも見てくれてていろいろまあ意見があるじゃないですか、うん、それに対しての気にしないでいいと思うとかこういう風になんか定義づけられるのが嫌ならこうでこうこういう風のもありなんじゃないとかいろいろなんか提案をすごい長文でくれてでも本当に気にせず進むのが一番いいと思うよみたいななんかよくわかんないけど長文が来ましたとにかくいろんな方面から気を使って長くなったそう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 いやだってさ人生でさあるかないかじゃんその身内がなんかツイッターで賛否分かれてるじゃんそりゃ家族もテンパあるよな一緒にテンパってくれたと思ういやいいねうちは ABC 当日母親が、言っていいと思うんですけど英検の二次面接の試験官をやってるんですよ、母親が言っていいだろうねいっぱいいるからやばいバイトがあるけどさ二次面接ってあのそう対面のああ。はいはいはい。スピーキングする人。大丈夫裁判員制度みたいなことじゃないだろ。違います。絶対言っちゃダメなの。多分大丈夫だけど、まあそのやってて、その英検当日と ABC の日かぶってて、でなんか今年からその英検のなんかシステムが厳しくなったらしくて、その もちろん試験中は試験官とかその面接官もスマホ電源切らないといけないんだけど今年からもう会場入った時からスマホ電源切ってなきゃいけないって言われたらしくて休憩時間とかも触れないんですってそのうわなんかいいシチュエーションだねと思う親が携帯見なくてそうそうそう全く娘が頑張ってて、うん、で全くなんか丸一日スマホを本当全く見れなかったからだから親その面接やってるんだけどとか言ってやってるんだけど、うん大丈夫か。もう気が気じゃなくて、オッケーオッケー合格。気が気じゃない。じゃあ言っちゃダメだ。オッケーオッケー。まあそのぐらいあのもう気が気じゃなかったって言ってました。いやいいなの。あだからそれは聞いてたけど、あの筆記のいるだけのやつだと思ってたから。その。ずっと仕事があるやつだね。あ、そうなんだ。喋るし、自分で合否決める人だから。うわ、すげえ。審査員。審査員。あなたの英語じゃん。英語じゃん。それはお芝居です。いいお芝居。それは。英検の会場で。上質なお芝居。
それはフランス語ですよ。普通にフランス語喋って。そういうことだよ、俺らもだって。英検でフランス語喋ったんだよ。英語じゃないとは言われてないから。ああ、そうそう。そうだね。私はフランス語。俺はフランス語。まあ、だから英語じゃないけどね。いや、声悪すぎるね。誰か3人だろ、ほら。いや、なんもないですけど、なんかとあの親からもちろん連絡来たんですけど、群馬で働いてる友達から見たよ、偶然見たよって連絡来て、もうすごいな。流れてた。いや、流れてないでしょ。アベマで偶然見たのかな。偶然じゃないよ、見てくれたんだよ、お前。可愛い友達いるわ。お前さ、気づいてやれよ。照れてんだって。かな。偶然は分かってるのか。偶然は。え、標識を見ようと思ってってこと？標識見ようと思って流れてた。シャッフルアイランド見ようと思って。だからすごいなって思って。すごいな。え、見れないよね。見れないよね。群馬でテレビで分かれたの。まあテレビ流れてない。違う違う。おいおい。いつの時代のツイッターだよ。ないツイッターのやつ。群馬リスるやつやってないの。そうだよね。関西でしか映んないのね、リスは。うん。そうそう。ね。はずよ。じゃあ、やっぱ偶然じゃないじゃん。でもたまにすっごい飛んで流れてたりするけどね。それでも、もう分かってない。団体でその売ってたりするから、分かんないけど。いやでもそれはもう一回言ってきな、ちゃんと。どうやって見たのって。そう、ちょっと詰めてみて。偶然じゃないかもしれない。偶然じゃないくったら。あ、だもん。いいね、そこでまた繋がるんだね。うん、びっくりした。あとは私、めっちゃ嬉しい人から知ってきたのが、中学の同級生なんか、今、愛なのに主題歌の歌手やってる子がいて、なんかその子が ABC 見たらしくて、それで7年ぶりぐらいにその子から連絡が来て、泣いちゃったよって来て、久しぶりにあやぽんがあやぽんって言われたよって出てきて、で結構なんかすごい長男泣くの？別になんかいい話だからさ、別にいいんだけど。すごいいい話みたいに話すから。あの、いや、いい話だけど、そんなにいい話じゃない。久しぶりに友達が連絡が来たって話。素敵だけど。そのこと、今度ご飯行こう。大阪いるんだけど、東京に来る。それはいいよ。ABC がつなげてくれた。久しぶりに。まあ、そういうのはあるよな。いいね。ちょこちょこ。うん、向こういる人とかは確かに。テレビで見れる。いや、見入れたはずなんですけどね。特殊はそうじゃん。本当にお母さんが、まあ、お疲れありが面白かったよぐらいで、多分あの特殊話の人はやっぱその素人が人の、ね、仕事にその口出すみたいなのをなんか良くないって思ってるんだと思いますよ。だから連絡が来なかった。なるほどね。だと思いますよ。じゃあおばあちゃんにバレてないってこと？就職したまんまってこと？おばあちゃんは持ってないからさ、スマホ。あ、そうなんだ。今頃。そう。だ見れたは見れただと思うよ。あ、見せてはいるよね、多分ね、家族が。うん、そうだ。そう。ああ、いいじゃない。何もなかったよ、口出しとか。あれなかった。長文ラインとか来なかった。ダメみたいな。脳のあるから。うちよりマシでしょ。何も言わねえ方がいいよ。もう本当にあのゲボハグぐらい悔しかったからさ、あの終わってどっか行こうと思ってたんだけどさ、もうザクザクになっちゃったからさ、家でさもうとにかくなんか忘れようと思ってさ、あのマリオパーティーやってさ。インスタライブ一人でずっとやってたよ、ね、でもそのマリオパーティーってさ4人でやるじゃん、もう画面の端にさ全部あの1234って1234っていうのを見てな
やばい。多分審査方法だ。俺たちはマリオパーティーと同じ方法で戦ってたんだ。競争が時代になってた。さあ何個取れた敗退だったんだろう。とかね、いろいろありましたけど、なんか嫌だな、このみんなのスタンス。んゲボ吐くほど悔しかったくせに、まあまあまあみたいにするのよくないよ。してないよ。なんか、そういうだと思われたくないって言われたけど、全員お芝居って言われたの嫌だったでしょ、だって。何も言えなかったですね、さすがに。やっぱそれは言わないと、こっちでもうこのスタンスってやるって決めたんだから、もう逃げちゃダメなんだよ、これ。絶対に。これはもうはっきり言っておきたい。怒ってはないよ、怒ってないです、俺も。でも、やでしょ。もっとやりに行ってお芝居って言われたんだから。これは悔しいっていう表明は絶対にしておかないと、ブレるよ。どんどんブレて、ぐちゃぐちゃになって、変なもんばっかやらされるよ。それはもう絶対言っとこう。もう、ふざけんなよって思ってるから。俺は思ってるよ。そんなわけないですよ。いやでもこれは変な立ち位置で俺らが始めちゃった以上、もう声出して言わなきゃいけないっていうのを今回で気づいた、俺は。だってわざとだって思ってる人もいるよ。そうか、知らない人だ。なわけねえじゃん、受けたくてやって受けたくてやりに行ってたから。そんなのはいちいち、もういちいち表明しないとダメだなことを始めちゃったんだなっていうのに今回気づいた。そうだから言った方がいい。もうで、結果出したら黙ればいい。今結果も出してないくせに黙り込んでこういうスタンスでやってるって貫くのはずるいぞって思った、俺は今回。なるほどね。もう、うん、もうだってしょうがないじゃん。だってまあ、美味しい思いを基本はさせてもらってるわけじゃない。お笑いライブに出させてもらって、今回もやらせてもらってるんだ。だったらこれぐらいはやっぱ当たり前というか。だからもう、俺らだけでも言い続けてない。うん、別に嘘でもいい、もうこうなったら。いや、あれがいかにコントかも。今からあれがいかにコントかも説明します。それが俺はできないのよ、書いてるから。だからこれはあるでしょ、わかるでしょ。だからこっちが言ってもらうしかないっていう、これは。そう、ちょっと強く言えるはず。俺が言うとまた一個その、うん、違う、別になんか作品性がとか、ほんとやだよ。もうただのコントです。俺はもうここまで。だからね、なんかこう、もうそこは言えないよ、俺は。やっぱ言いたくない、うん、ミッキーマウスで言いたいからさ。あ、久々に聞いたな。俺の言葉じゃないけど。そんなこと言いたいけど。そのお芝居って言われたのはさ、やっぱ初めは悔しいわけじゃない、それは書いてるから。いや、8人同じ分悔しいですよ、これ。だからなんか、やっぱでも最初にやっぱその悔しいって感じるのを見るから、俺はね、うん、みんなそばから見るから、なんかやっぱさすがにバンってくそってなってるのを見て、その後追いで悔しいというか、結局結果的に。でも決勝進出の時に一番に泣いてました。抜かされてた。機嫌悪いハスミがこの後現れてよかったで泣いちゃった。そんな言わないよ。結果全部後ろを見て後を。いや、そう、それやめてほしい。もうだってさ、8人でやってんだからさ、最初に俺のわけなくない。もう8人同時ですよ、それは。同じ瞬間に言われてるわけだ。一個だけのオリジナルの悔しさというか、まあ、書いてる分のプラスはあるかもしれないけど、でも別に一緒ですよ、そこはもう。だって7人がやりたくないって言えるんだから、別に、うん、絶対言わずにやってくれるけど、別に言える8人でやってるんだから、そこはもう変わんないですよ、多分みんなと。なんか私はお芝居って言われて悔しくて、なんかびっくりしたじゃないけど、あ、悔しいんだと。なんか、なんて言うだろう、一応、すっごい分かる。演技はしてるわけじゃん、うん、で、面白いと思ってやってるから、本来お芝居って言われても嬉しい、なんだろう、悔しくない。いや、マジ分かる。あのね、俺らそれだってさ、どっちでもいいですってやってるじゃん。そう今もそう思ってるじゃん。だからなのに、違う方言われたら悔しいは悔しいんかいっていうのは思った。で、ちゃんとみんなのテレビ
だし、もう緊張してるけど、ちゃんと悔しいのはみんなで気づいてたじゃん。ハチに、あ、悔しいってなったけど、なんかゲスタルト崩壊じゃないけど、あ、悔しい、あ、なんか難しいぞってすごい思った。だから多分それで、確かになんか今言われて8人が悔しいって思ってるなって思ったの、あの場で。なんかそう、なんかさ、なんかあったよ、なんかあったよ。俺前向いてたけど、私も完全にこっち向いてたけど、でだからそれでなんかまだ私の中で言葉にはできないけど、あ、なんか悔しいって感じたことも嬉しかったし、悔しいって思ったことも不思議だなって思った。なんかそう、それが私のあの場で一番そんなに望んでなかった言葉を言われた。そうだ、ね、だから、いや違うです。もうあれだけは言われたくなかったじゃん。まあそうね、確かに使われてなかったからよかったけどさ、俺事前 V には言ってるじゃん、演劇じゃなくてコントだと思って、コントをやりに行きたいですって多分言っているよね。あの使われてなかったからよかった。使われてたら、ね、多分もっとなんか俺らすごい歯向かってるってなかったから。よかった、それは良かったけど、だからね、それでまっすぐ言われたから、からそこでなんかもう逆に半笑いぐらいだったよ。ふふ、あ、言われたぐらいの言われたぐらいの、あの8人の空気感があったかも。なんかそう、悔しいがそうだけど、なんか上質なお芝居って言われちゃうと、なんかもうそれだけで、あなたたちはここにいる人たちじゃないですよって言われた気持ちになっちゃう。だから今までお笑いライブとかも出てたけど、なんか、あ、え、いいんだよなみたいな、なんか一瞬揺らぐわけじゃないけど、なんか迷うというか、あれ、いいんだよな、私たちこれやっててみたいな。視聴者的にはそう、お芝居って言葉をポジティブに捉えられる人もいっぱいいたと思う。確かにそうだよね、すごいお芝居。いや、シーズンの絶対それで言ってくれてる。その、あんまり受けてなかったのを気使って言ってくれてることだから、もうそれはもう絶対そうだよ。自分がそうだね、そうなの、こっちの問題なんだから。そうこっちが勝手に嬉しくもあったし、なんかすごいなんかぐちゃぐちゃした。勝手に悔しがって怒ってる。なんかそのあとに悔しがらなくてもいい言葉なはずね、な、捉え方もできるはずだけど、そうじゃなかったんだって自分の中で思った、うん、それはね、やっぱりね、 ABC お笑いグランプリだからですよ、うん、やっぱそのだから出てないんだよ今回は。そこに行き着くの。そう、でもそれこそ出なきゃいけない、まだ俺ら。まず出なきゃいけない。出ないじゃない。難しいよ、多分8人でコントって言い切ってもらうのってきっとこれからも、うん、でもめちゃくちゃ受けていればいい、うん、いいだけの話だから。そうだね、だからその時に初めて俺らは出れるの、うん、お笑いの大会に。まず受けなきゃいけない、絶対まず出よう、うん、まず出ましょう、うん、出た、エントリー、エントリーする、エントリーする、まずエントリーしないです。キングオブコントもね、うん、キングオブコントだから、そう、あ、確かにそうだよ。K.O.O. じゃない、K.O.O. キングオブじゃない。キングオブの芝居なぜ、なぜ芝居だけ O つけて笑いかと思っちゃったもんね。もう DJ コーナーになっちゃう。K.O.O. 本当だ、 DJ コーさんにも申し訳ない。いや、本当にそういう感じでしたね。話題をかっさらうみたいなとこでは、あだがち間違いではない。なんかちょっとトレンド入ってたらしいの、スクショになっちゃった。キングオブコントですね。いや、見とけよって感じ。いや、そう、画面やる気は、そうね、ちょっと待って、まだまだ気がある。本当にまだまだ数字とかじゃないの。2回数字は何回か全然もっと固んで2点、ね、あと1週間ぐらいか。それでびっくりした。違う、あとあの子の人生はすいません。ああ、本当に申し訳ございません。本当にあ、ブロンブロン、危ない危ない、なんか食べるのかと思っちゃったよ。ブロンだった、危なかった今。まあ、俺かかってないけど。あ、そういうことじゃない。そういうことじゃないよね。
4人でやればと思って最初さ、うん、ゆうただったって連絡来たの、うん、ああそうです、ね、別にあの発生源ではない違う違う連絡してくれたしんさんの方が早かった、ったので7で、うん、俺らもし汚染者権にならなかった場合これって7でやるのかなちょっと考えたの。ああどうする今後私結構ずっと考えた、ね、一人かけたんだよ本公演はできないよ、うんまあ、大学建ててとかの期間なら分かんないけど、うん、あの2日前にさ、うん、自転車みたいなゲスト呼んでみたいなでもそれこそ今結構ダウ9万でしっかりしてきて8人のコントいっぱい作ってもらってるから、うん、でもあの子の電車はねやらんよあのそれが変化しない限りはちょっと厳しいよねそうでもさ、うん、あの段階だったらさほとんどネタ合わせもしてなかったからさまあね帰りゃよかったのかな現にその優太が連絡来た時に返した何本かをちょっと書き換えてたの、うん、だから次その名残でめちゃくちゃセリフ少なくなってもなるほどそうだからあこれでもでもそうか優太を見たい人も優太を見たい人もでもやっぱアイドルの形にいるって言ってあげてよハッカーいるって言わないといるんだから悲しむだろ強くない上原優太が一番好きって人がいるんだからあ絶対いるんだからいるよ、いる、うん、いるって思われたらダメだよまあやるけどないんでしょいや誰だろうこれ、まあ、ダメだったらまあやっちゃうかな2人言ったらちょっときついかなとか思ったそのチケットを取ってくれてるとかもあるからねお客さんが確かにそうだ、ね、誰とかじゃなくて男子が2人とか女子が2人とかだったらもう多分絶対できる。あ男女一日だったらまだなんとかなる。そうだね。大さんもできてたら確かに別に。その時のネタにもよるけど。まあでも、もしかしたらねきっともうなくていいけどそうなるかもしれないし、ね。これだね。いやーそう全然あるわ。ってか、まあ、本当にだから、まあ、コロナだけじゃないからさ。これは怪我とかあるこれ俺なんで書いてんだろうって全部思っちゃったんだよな、そのこの期間で、うん、だってないかもしれないじゃんみたいな、もうなんか拗ねちゃってなんでないもん、こんな夜遅くまで書いてたのねんてこの2年間はね、ずっとそうだったできてたのが奇跡そうだね、本当にそういやまあでも単独の配信もすげえ終わったしありがとうございましたすごいですよ、本当にねだからでかいね、やっぱ1個潰れるだけでね、うん、結構嫌になっちゃった俺はその1個中止になって、うん、こういう職業だもんなお客さんがいないと何も、まあ、そうだよな、ね、会社に1日行けませんじゃないもんな本当だ、あ戻し怖かった、なんか文字見たなんか戻されるかと思ってしょうがないけど意外とね、顎外し一座とか十八景十八景もそうだ地獄屋さんの十八景すごかった60分漫才お笑いやる前の人にかっこいいって言うなあんまりなんでツイッターで見たけどかっこいいと言わないダメだよ俺らのせいでそうなってるそう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 俺らがかっこいいって言っちゃダメだと思う他の言葉が見つからなくていや、何を言うんだよ、なんだっけなあ、そう、だからさ、あの頃の出演者ってさみんな知らん、もう分かって知らんかもしれないけどあのまだ俺がやってんのね、あの運営全部あピアノ連絡とあなるほどユーロに劇場撮るのとか全部俺がやってて知らなかったまだ制作じゃないのあゲストの連絡もまだ俺なのだからその延期の手続きを全部やったの二度と延期ならないでほしいめちゃくちゃ面倒くさかったこんな大変なんだと思った中止の方が楽かうんなるほどね払い戻しとかがもう強制だからなるんだけどそうだよねいろんなイレギュラーがあるわけ、うん、
その持っておく人で払い持ち出す人で出し忘れちゃった人とかでも行きたい人がいたらどうしようとかもなんかいろいろそうですね。そのピアノがいくつピアノの人と全部打ち合わせ全部やってみたいなのがすごい、あ、これは無理だ本当に早く誰かに引き継がないとなって思った。もうえげつない作業量だった。ユーロで良かったね。あ、そう、本当そう。そのそのもういつもやってもらって、あのピアノの人ももういつもやってもらってる人だから、あの LINE でお互いやりとりできまくねって言ったって感じで。その距離感になかったね。もう無理だね。で、あとこの後みんなの手元に届くんですけど、今月書いてた量がえげつないんですよ。はい、いろんなお仕事が、はい、すごいですよ。すごいなって思うと思う。見てみ、後で。この人これ1ヶ月で全部書いたんだってマジで思うと思う。楽しいな、楽しい。寝れなくなってよかった。楽しい。こんなんじゃん。で、うん、やばっ怒られに行ったのに超えるなよ、超えるなよ。もう一回、もう一回やって。え、こんなんじゃん。マジで持ったと思う。マジこんな紙で書いてる。一枚や。紙。隙間。はい、1時間ぐらいですね。また8人揃えて。よかったよ。本当によかった。あのテアトロで、テアトロで復活ですよね、8で。そうですね。テアトロコントっていつもなんかいいタイミングにあるね。本当にありがたいライブだよね。ありがとう、採用。楽しみね、久しぶりに。俺らがな、テアトロコント出るとな、ユーロライブ消し飛んじゃうからな、もう受けすぎて。おい何前回だってね、受けすぎて、ね、爆発しちゃったもんね。爆発しちゃう。で、回収に3ヶ月がかかってた。ちょっと申し訳なかった。あとなんか、一番面白いのが、その前から出てるからだけど、劇団が出てるっていう。さっきあんだけ言っといて。テアトロだよ。テアトロコントはそうなんで。だってそれでコントをやるっていうラインだから。その俺らが一番好きな、俺はとにかく一番好きなその携帯というか。ああ劇団って名乗っといてコントやらせてもらえるなんか多分あるよね、パーフェクトね。俺ら演劇とか劇団がついてる。劇団側、テアトロ、テアトロ側で。テアトロなんです。俺らスカシだと思われたくないの。あの、当番挨拶あるから、うん、任せてくれ。せめて来てる人だけにもね。あ、そう、そうそう。そうそう。怖くて、テアトロが。単独やったばっかじゃん。しかもユーロで。うん、何よ。この間みんなで決めたじゃん。あ、そうね、ちょっと変えようと思って、さすがに。あ、そうなんだ。いや、もう稽古もできてないし、ちょっとそのこの先のライブとかいろいろ考えた時に、うん、あのかネタ被らないようにちょっと選んでるから俺は、うん、で潰れてるしね。ちょっとだから変えようかなと思ってるから。何やったら、何やったら喜んでもらえるかね。やっぱコロナぶっ殺すコントとかじゃん。あ30分。去年だけで100本くらい生まれてるよ。コロナ周りの本。そうだね。お楽しみに。まだチケットあるよね、多分もうちょい。そうですね。ぜひちょっと見に来てください。テアトロコント本当に楽しいですよ。本当に楽しい。本当に俺がわがまま言ってるだけで好きな出囃子かけてもらえるし。毎回なんか言われたんプロデューサーさんにその、うん、言えば何でも使えると思ってませんって。毎回あの買ってもらってる。やんわり言われてる。今サブスクだと思って。すいません。まだそれ配信ねえからさ。あ、確かに、うん、楽しみだな。で、あとあなたの人生もね、はい、チケットが30から払い戻しだったっけ。あ、だったかな。発売が2日の18日か。なので、そうです。いけない方は本当に申し訳ないですけど、その払い戻しをあのお忘れなく必ずしていただいて、あの空席がね、できちゃうのでね、この分今持ってる人は、そのまま持っててもらえれば大丈夫で、発券期間も伸びてるんで、あの
今すぐチケットを手元に持たなくてもいいんですけど、まあ、早めにね、うん、あの発見しておいてもらえるとこっちもありがたいので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、あとはありますか、こっちは。ちょこちょこライブには、あ、7月31日か、はい、あ、2本、はい、ライブ2本出ますんで、そちらもぜひね、まあ、時期的にさせていただければあと今出てるのもないか、会社にいても一応まだ出てる、まだ出てる、あと1日だけ出てないけどまだ一応出てないかも、ちょっとずつ1日と3日が発表されて、あ、そっかそっか、で2回戦は1、2、3のどれかでしょ、東京は、で俺らまだ出てないです、そのだけ続いて思考ゲームまあね、あの大阪で、大阪も全部出てるのか、大阪出てます、まあまだわかんないですけど福井県で受けるかもしれない福井県で受けるかわかんないまだね結局時間割に出てないから、まあ、そうだね、確かに、まだね、あんまり分かってもっていうところはある、ぜひそれも良ければ、はい、ね、配信もあるらしいんで、2回戦、ね、あ、そっかそっか、2回戦から配信やるんだってね、うん、びっくりした、ファニーで、ファニーでね、はい、ぜひともよろしくお願いします、はい、もろもろやっていきますんでねぐらいですかね、はい、かな、テレビも別に何も出てないと、出てないです、まあ情報出るのお待ちください、はい、はい、じゃあ園田最後に、はい、嘘告知のコーナー、ですね、嘘告知のコーナーですかねついにちょっと関係ないんですけど、ついに言いましたよ、大木野さんに、ああ、そうそうそう、ごめんなさいって、あの名前で遊ばせてもらってますって、うん、ちゃんと謝ったら、ありがとう、これからも続けてくださいって言ってくれたので、続けます、はい、はい、もう嘘告知をね嘘告知をね、続けますよ、ごめんなさい、僕だけです、今回はちょっとずるいって、申し訳ない、みんなにも割り振りたいんだけど、うん、申し訳ない、あの声がかかってしまうのよ、すごいよ、ね、申し訳ない、羨ましいわ、うん、無人島なんですねいや、今回ちょっと違う、前回は無人島に行って生活するっていうね、サバイバル、今回は無人島が2つあって、でちょうどこうね、船で行きできるぐらいの無人島が2つあって、で俺はまあその片方にね、とりあえず行くわけよ、うん、で、俺と一緒にその島に、行くのが、全文記矢崎さんがまずね、行きますよ2人でね、で、2人で、即興コントを、作るわけよ、一日かけてね、そう、矢崎で即興じゃないよ、ネタは普通にいっぱい作るの、いっぱい何本、何本、だから、2本とかじゃない、俺はだって番組知ってんの、知ってるんだよね、そうそうそう、そう読んだんだよね、そうだよね、それを言ってくれるとか、そう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 、即興じゃねえじゃねえかを待っちゃった今、うんうん、で、もう一つの島には、村松さんと荻野さんがいて、その二人もあのコントを1日かけて作る、そっちずるくない、そっちいつも通りじゃんね、ほんとに作るのね、3分の2も1日かけて、で、1日、一晩寝まして、次の日になったらランダムで1人ずつ入れ替わる、うん、って言って、またそのできたペアでコントを作る、うん、でこれで誰と一番相性がいいかっていう、うん、シャッフルコントアイランド、うん、っていう番組に呼ばれました、アベマス、アベマス、その作ったコントどうする、作ったコント、だって相性がいいか決めるわけでしょ、うん、披露しないのコントは、いや、もう一番相性がいいやつだけテレビで放映される、誰が決めるの、あ、誰が決めるの、それは、うん、高田ポルコさん困ってる、お前が、お前が会いたいな、違う違う違う、決まってんだから、じゃあ桃子さん1人、もも審査員5人いるって聞いたんだけど、審査員5人いるって企画書読んでる
あだから V 見てるのは高田ポロコさんと俺よ。あお前だろ。別に言ってるから。いやまあそれはそうだろうけど。俺よ。あ MC なの。そう。おおお。じゃあモンキーさんいないです。モンキーさんいない。変すぎる。番組が成り立たない。で俺がこうやってやってるね。うん、ここに高田ポロコさん。うん、ここに審査員。あれ審査員ポロコさんなんで審査員にいないの？いやあの、うん、アナウンサーです。助手のアナウンサー的な位置。えじゃあ審査はしないってこと？審査しません。あれあれでもごちゃごちゃだ。審査してる上でね。名前出てきた。名前出てきたけど。でじゃあ審査員8人だけ。審査員8人は誰なの？でここに、まあ兵藤さんでしょ。うん。陣内さんでしょ。うんで、小沢様、山口さんでしょ、ゆうすけさんでしょ、で浜口さん、うん、あと2人え8人だあ、8人だ8人だからあ、そういうこと、うん、あと2人と、だから、大井野さんと村口さん岩尾さん急遽だったから急遽だったから最後何て言うか分からなかった最後何て言うか小木野さんと村本さんだから出てる人たちの審査士柳さんは何してるのサマクイえ、なんだよ割合が変だって絶対俺出すのそれをマジでやるとしたら呼ばれるえ、ごめん、言われてないわ、お前は声がかかってない悔しい終わりますか考えるの難しくなってきたな好きなんじゃなかったらいいよし、じゃあまた来週楽しみに、はい、ありがとうございましたありがとうございました